こちらがですね、まあ、よく、庭でね水まきとかをするときに、こう蛇口にね差し込んで使うホースなんですけども、この商品ね、マジックホースという名前で、通常ね一般的なのはこういったね、ホースで、こちらをね蛇口に差し込んでレバーを引くと水が出ると。で、まあ、置いてるときはこういう風に巻いてね、置くっていうのが一般的な、ホースなんですけども、これは使われている方はね、こういう心当たりあると思うんですけど、巻くのがね非常に面倒くさいっていうのがね、皆さんは使われた方はあると思うんですけども、このねマジックホース、名前の通りね、不思議なホースでして、よく見てもらったらね、こういう風にホースの部分が縮んでるんですね、くしゃくしゃと。で、要はあのこれ巻かなくてもね縮んでるので、こう固めてもう隅っこにピッと置いとけるということで、非常に保管が楽なんですけども、そうやったらね、あまり長さがないんじゃないかというふうに、思われるんですけども、ここがねマジックホースと言われるところなんですけど、水を出してみたいと思います。じゃあ蛇口ひねります。はい、でこのホースの中をね今水が通っていってるわけなんですけども、こう見てもらったらね分かる通り伸びていくんですよね。水がこのホースの中を通ることによって、みるみるすごいガリガリな人がムキムキになんか筋肉ついてきてる感じになってますけど、こんな感じで、で、まあ、当然水がね出ます。はい、みるみるねこんな感じで、もう生きてるようですね。なんかねホースは伸びていってます。はい、じゃ水止めます。はい、これがねマジックホースと呼ばれるゆえんで、こう特殊なね素材なので、中の水が通るとその水分に反応して、こういった感じでホースがね伸びてくれるというものです。で、まあ、シャワー、口に関してはねこうやってシャワーとか、まあ、霧状のミストとかね、まあいろいろあります。なんで水圧とかはこれでね選んで使ってもらうことも当然できます。で、これどうすると最初の状態に戻るのかというと、単純にですねこのホースの中の水を、まあ、生きてるようですね、なんかねホースの中の水をこうやって抜いてあげると、もう勝手に縮んでいきます。みるみるねどんどんもうガリガリになっていきます。見てください、これもうだからもう巻かなくても勝手に水を抜くだけで縮んでくれるので、先ほど一般的なやつやったらね、こう水抜いた後もう一回ぐるぐるぐる手で回して巻かないとダメなんですけども、こういった感じでもう水を出し切ると、はい、このように最初の状態にねなってくれると、非常に便利なホースです。でお値段もそんなに高くなくて、普通のホームセンターとかにね売られてる商品なので、こちらのマジックホース、よろしければ一度お試しください。